野村幸政は、安土桃山時代の武将、黒田氏の家臣、黒田二十四期の一人、法里智信の伊帆帝。A612 年、青山、土岐山の戦いで、長兄、曽我太郎兵衛が討ち死にし、次兄智信は、母家を継ぐことになったため、曽我家の後継ぎとなる。天正元年の因波屋号戦でウイジン。天正三年、妻の実家の野村家が滅亡したため、 野村政を継ぐこととなる。天正十二年の西賀州根頃州による岸和田での反乱では、黒が長政らと共に奮戦し、支球を上げる。天正十四年のウルズ白攻め、天正十五年の宝部白攻めでも、先行を上げた。天正十六年の白石毛ふさの暗殺の際には、長政の合図に応えて、沈亡の前に歩み出た後、 神棒に、美穂を投げつけた後一の太ちを浴びせた。その後、2960国を廃領する。あと、加造され子孫は代々福岡藩の重臣、中老職を世襲した。なお、後衛の野村雄春の次男は、黒田朝廷で、秋月藩の養子となり、当主となった。文禄の役にも従軍し、先行を挙げた。帰国後に発病し、慶長を2年2月14日に、 無全国中津で死去、去年38、ありがとうございます。